15代目、辰馬藩衛門、辰馬藩衛門8月11日、没年不明は、日本の政治家、兵庫県無軍群なるお村長、酒造家、実業家、兵庫県多額納税者、海運業者、辰馬紹介社長、京都貿易銀行討取、東辰馬酒造取締役、阪神電気鉄道、日本設取閣監査役、属席は、兵庫県平民、仙台、 辰馬藩衛門の次男。1892年、家督を相続し、全お怒り蔵を改め襲名した。製酒醸造業や、鉱山開運業を営んだ。1887年、宗家、辰馬や、当主辰馬吉左衛門と、有限責任、森渡る会社を設立し、1898年に、取締役として、設津工業を新設の際には、宗家から、 船舶購入代金の融資を受けるなど総計とも深い関係があった。1902年、摂津工業を買収して、達馬紹介と解消した。1905年、阪神電気鉄道が開通すると、地元の向こう側亭、約7000坪を開墾して、翌年100開園を開設、日本摂種監査役に就任した。東踊に就任した京都貿易銀行は、京都通商銀行と、 会九1921年4月休業破産、1930年4月任意解散が認可された。株式会の指定としても著名であった。審議のほどは不明だが、当時の株式指教では、指定筋たる、ナルオタツマの風雪が、しばしば流布された。クラクエン付近にも、約50万坪を保有し、見陰土地の発起人としても登場しており、 阪神館の主要な不動産投資家でもあった。趣味は洋曲、宗教は新宿。辰馬家は古くより兵庫県向郡なるお村に土着し、当主に至るまで十五代の旧家である。名手、東自慢はだ子大名手の一である。官営年間から戦国戦数十隻を運行し、1885年、辰馬工業部を創業して、 和歌山県東室郡水戸川で銅山を採掘した。1915年、酒造経営が行き詰まったのを機に、小西酒造に商標をはじめ酒造像、土地、建物など一切を売却。小西酒造は新たに、西宮市今津に、本、達酒造株式会社を設立した。ありがとうございます。